にちは、ふみです。本日はですね、呪術廻戦の星7キャラと星8キャラ、マヒトとイタドリを使って裏マロウの支配者に行ってみたいと思います。いや、最近裏マロウのダンジョン出してなかったと思うんですけど、結構ね快適なパーティーができたので紹介していこうと思います。まずリーダーのマヒトが、武田の武器でマスキブと暗闇耐性をつけております。で、潜在はリダチェン耐性で、サブがベリアル。ベリアルはねやっぱり強いね。聴覚性がスキブの、ヒシリングの武器つけております。ここでちょっと威嚇してスキルダメしていこうかなと思います。遅延が6。次、闇マリック。ここはですね、まあお邪魔耐性持ってるし、火力も出るし、スキブもあるしっていうところで採用してて、上にエスカトンジャッジメントをつけて吸収のとこはね、ここで対策していこうかなと思っております。あとダメージ上限解放ついてますけど、まあ目覚め耐性とかでもいけるんじゃないかな。で、遅延が2ですね。で、次がネルギガンテ。ネルギガンテはまあ火力枠ですかね。こっちに上限解放つけた方がいい気がするけど、聴覚性が超コンボ強化の、ここネイか、闇のネイの武器をつけてて、まあ、スキブと、まあ、列も与えてるのと、なんだっけ、大国が出た時に覚醒無効とジンがねちょうど強いので、これを使っていきたいと思います。遅延が6ですね。はい、キラーは何でもいいと思います。で、サブの最後がイナ。聴覚性がスキブの、これはネバンの首飾り。L 字がなかったのでここで L 字を足してるのと、最初ペイストしたいのでネバンの首飾りですね。はい、ちょっと耐性かぶっちゃいますけど。で、遅延がまあ6、5以上振ってください。で、フレンドさんの虎杖雄二が、これ闇マリックのカードかな。雲と、封印の武器が欲しかったので闇マリックの武器ですね。バッチが HP バッチ。ここは HP バッチじゃないと発狂を受けられない。ジルの発狂が受けられないので HP バッチです。っていう感じでやっていきましょう。私、裏マロをさ、キャプテン翼で1回クリアしてから全然やってなかったんだよ、勝てないから。でもこのパーティーはね結構安定してますね。最初ベリアルのヒシリングを打って、ここ、アメジストカーバンクルが出た場合割合打ってくるんで、イタドリはもう変身できるっていうね。はい、変身しちゃおう。そんで、イナのヘイストを打ちます。で、適当にコンボします。はい、そしたらベリアルが帰ってくると思うんで使っちゃって大丈夫です。はい、ベリアル使って一旦半分まで削ろうか。あー、こんな感じで、はい、半分まで、あー削ります。そしたら抜いてもいいんだけど、ちょっとマヒトまでターン数があるんで、まあ、L 字とかで耐えながら闇を得るとかにして、あんまり与えないけどちょっと与えるみたいなにして、まあちょっとスキルダメしてもいいかな。ちょっとね、1回層はスキルダメ多めになります。おお、すごい感じで残った。はい、そしたら突破していきましょうかね。列、基本的には列で大丈夫だと思います。無効貫通できたら無効貫通でもいいけど、マヒトは無効貫通の方が強いですね。はい、ここからはもう早いですね。さあ、2回指奪われるけどイナがいるんで、イナで取り返していこう。 OK、 じゃあ、まあ、イナイタドリーでいいか。両面少な。ここもし闇欠損したら、ネルギガンテのとこのネイの武器使っちゃって大丈夫だと思います。溜まり直すんで。
あ、これは欠損しそうだね。ネイ使おう、使っちゃおう。そしたら次もう変身できるんで OK じゃない、いいんじゃない。突破しちゃうかな。あ、突破しちゃった。まあいいでしょう。そしたら麻痺と変身していこうか。お、ルーレットか。ルーレットやだな。たまに列を組み損ねるっていうやつやっちゃうんだよね。はい、組めてる、列組めてれば OK。 そしたらもうここからマヒと両面クナループですね。 OK、 突破しまして、さあここはオーガですかね。オーガかエースを置きました。そしたら、とりあえず3ターンは適当に投げます。ただ回復は集めとこう。はい、回復集めて3ターン経ったらベリアルを使って、まあ、一応マヒトも使って超根性削ります。ここはマジでちゃんと回復しましょう。すごいことになってる盤面が。まあいいや、こんな感じでちゃんと回復してもらって、攻撃を受けます。19万5000飛んできます。20万は回復したいね。したらここ両面キクナで突破。ここも回復ちゃんとしよう。あ、ベリアルいるからね、4ギシしてれば回復できるけど。 OK でしょ。いいですね、順調。いや、こんなにミリアルいる、いないで全然違うからな、ほんとに。さあ、ここはリラッチェンをしっかりと防いでいく。まあ、人で。あ、ここね、毒目覚め弾かないんですけど、このパーティー。回復力あるから、そんなに、まあ、気になる人はしてもらった方がいいけど。OK。OK。したら、6回だ。6回は、リビウバイと回復力減と、デバフ。モリモリね。イナーとマヒト使っていこう。で、次のターンに、スクナで回復力は取り返します。領域展開、地平エンドンか。はい。すごい、いい火力出そう。ほい。おー、素晴らしい。危ない危ない。はい、ここは、覚醒向こうっすね。闇が消せなくなって、闇ドラアタック。OK。ベリアル。回復は足りないなぁ。回復降ってこい。ああ、降ってこない。うわ、これは微妙いぞ。逆だったなぁ。7回入るときは、ああ、微妙に耐えれない。すいませんでした。はい、ということで、7回に帰ってきました。7回に入るときは、両面スクナを使えるようにしないと、欠損します。ということで、行きましょう。いやー、7回厄介だよね、ギミック。あー。OK。あ、火星向こう回復してないやないかーい。ビリアル使います。よし、これで、これで、いけるでしょう。回復力間に合うよね。帰ってこい。おう、あれギリギリ大丈夫か。大丈夫ですね。 OK。 さあ、スクナで
OK。 さあ、からこっからっす。エゴザンジはロックしてくるんで、イナ使ってスクナも使おうか。回復していこう。回復回復、無効貫通も踏んでみる。はい、いいんじゃない。 OK。 さあ次が誰か、次が誰なのか。了解。おお、こっちね。孫権は普通に殴れば大丈夫ですね。ただ HP は満タンで痛い。これすごい、闇の量すごい。闇の量すごいね。ああ大丈夫、まあ大丈夫でしょう。 OK。 うわ、めっちゃめっちゃいくやん。 OK でしょ。ここもまあ普通に控えめでいっか。ここは控えめ。あー、それ耐え、あー、抜けちゃうんだね。抜けちゃうんだね。さあ、じゃあここはスクナーじゃなくてマヒトかな。マヒト、わー、盤面がすごい。逆に組みづらいやつやんけ。あー、一応無効貫通は組めた。いいんじゃない。ちょっと回復したいですな。回復したいですね。10回。あ、オッケー。エネルギーガンって使っちゃおうか。もういいんで。ちょっと回復が欲しいから。あ、でもスクナで足りるか。スクナで足りそうだね。スクナで、全回復ちゃんとしていこう。ここはね、結構飛んでくるからね、ダメージが。しっかり全回復で。ここも19番ぐらい飛んできたかな、多分。めっちゃお腹が鳴っている。じゃあ、ネルギーガンテ使っていいと思う。はい、使います。OK。さあ、11回を突破して、12回、もうすぐですね。ボスまであとちょっと。さあ12階はどっち。お、ルーツ、ルーツか。じゃあまあ一旦普通に殴って半分ぐらいいきたいね。無効貫通列でいきます。はい、無効貫通と列で半分いけるんじゃない。頑張れ。 OKOK。 じゃあエスカトンジャッジメントもいらないんで使っちゃおう。少ないエスカトンで抜けれると思う。1234567891。ちょっと数が微妙なんでイナも使うか。イナも使います。でエスカトンで泥鏡、泥鏡ねえすれば足りるでしょう。はい、こんな感じ。足りろ、足りろ。右の腰はやめてくれ。オッケー。さあ、13回、誰？わあ、ルーレットやないかい。ルーレットやだな。じゃあちょっと盤面に毒が残ってるから、ルーレットに入れ込んじゃおう。いや、この15ターン地味に長いんだよな、ルーレット。まあでも倒せるでしょう、ここは普通に。ドラゴンバランスタイプいける。はい、あは、無効化になってないやないかーい。そういうパズルミスやめようよ。はい、ということでね、こっからはちょっと後付け実況にさせていただきます。調子が悪くて全然勝てませんでした。おでドラは
覚醒無効を解除して殴るんですけど、半分切ったら、バインドがあるんですよ。で、麻痺とかバインドを食らっちゃうので、ルギガンっていうのを後ろをちょっと今溜め直してるところですね。3ターンぐらいなんで、L 字消しとかでちょっと攻撃を抑えつつ半分を切らないようにしていきます。で、ここで溜まったので半分を切って、で、回復消せないはちょっとこのメイの武器じゃ解除できないんですけど、まあ、3ターンだし、ベリアルがすぐ帰ってくるのでそのまま突破しちゃって大丈夫だと思います。そしたらやっとジルですね。ジルはとにかく発狂に気をつけるだけなんですけども、ひたすら五感で殴っていく感じですね。でさっきベリアルを使ってないんですけど、このね、回復消せないよう回復するのにベリアルを使うんですよ、この後。はい、溜まったんで、ここでベリアル使っていくんですけど、そうするとね、半分後の覚醒無効とかどうすんだ問題あると思うんですけど、このパーティーにはなんと、ミミマリクもいるんですね。はい。ミミマリクは溜まってるので、半分切ったら、ミミマリクを使っておくようにします。はい、ひたすらに無効化して殴ります。ここで発狂ラインかな、発狂ラインじゃないよ、半分の発狂ね、アディスフレームだっけ、なんだっけ、アディスフレームで、ギリギリ耐えたらマリックで回復してまた殴っていきます。領域展開、ちょっとこんぐらいだったらさ、いけるかなと思って結構チャレンジしてますね、このこの感じ、チャレンジ精神。はい、これで削り切れるかどうか。股間と列1個ですね。で、半分、40% ぐらい削れましたね。ここで2回目に入ります。ここから本当に殴っていくだけなんで、めちゃめちゃ早送りします。はい、めちゃめちゃ早送りです。無効感とか、まあ列、足りない時は列とかでちょっとずつ殴って、さっきと同じぐらいまでちょっと削りました。はい、さっきよりちょっと少なめというか削ったと思うんですけど、 30% ぐらいかな。で、ここで決めに行きたいと思ったので、麻痺と、あと、スクナもね、スキルが余ってたんで、両方使って、無効感と列と、闇ワンセット。これ絶対抜けるやつね。これ絶対抜けるやつね。さっき抜けたからね、40% ぐらい。はい、謎の右残し。これ何なん絶対抜けるとこだよね、あの量の闇で。ちょっと謎なんですけど、私の調整が間違っていたようです。すいませんでした。皆さんは発狂に気をつけて、もうちょっと慎重に殴ってから倒すようにしましょう。ということで、本日は麻痺と虎杖での裏魔老攻略でした。ぜひ持ってる方は使ってみてください。ということで、本日は以上です。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それでは、さようなら。